今回は練習問題20、二次関数の対称移動について一緒に勉強していきましょう。問題は2題ですね。では空欄です。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。最初ですね。最初の問題はここです。 X 軸に関して対称移動とありますね。 X 軸に関して対称移動するときは X 座標は変化なし、 Y 座標のプラスマイナスがひっくり返りましたよね。ですのでこのようになります。Y 座標がプラスマイナスひっくり返ってますね。 X 座標は変化なしです。であとこれを整理しますね。両辺にマイナスをかけます。するとこのようになります。ではいきます。次ですね。次はこちら Y 軸に関して対称移動とあります。で Y 軸に関して対称移動する場合はどうなるかというと、X 座標がプラスマイナスひっくり返りますね。 Y 座標は変わりません。ですのでこのようになります。 Y 座標は変化なしで、この X 座標のプラスマイナスがひっくり返りますので、ここがマイナスになります。であとこれを計算しましょうということですね。計算するとこのようになります。ここ注意ですね。このカッコマイナス x カッコ閉じる2乗は、ここはプラス x の2乗ですけども、マイナスがあるのでマイナスですね。ですから最初の式と比べてもここ変化はないです。でここはこのマイナスが前に出てマイナス 3x、 そしてマイナス2ですね。では最後ですね。最後はこちら原点に関して対称移動とあります。原点に関して対称移動すると X 座標のプラスマイナスがひっくり返ります。 Y 座標のプラスマイナスもひっくり返ります。ですのでこのようになりますね。 Y 座標のプラスマイナスがひっくり返って X 座標のプラスマイナスもひっくり返ります。ですので計算するとこのようになります。では次ですね。カッコ2です。空欄、自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。最初ですね。 X 軸に関して対称移動しますよと。 X 軸に関して対称移動するときは Y 座標のプラスマイナスが変わりましたよね。ですのでこのようになります。でこのマイナスを取るために両辺にマイナスをかけると答えはこのようになりますね。では次です。今度はこちら Y 軸に関して対称移動します。 Y 軸に関して対称移動するときは X 座標のプラスマイナスがひっくり返りましたね。 Y 座標の符号は変わりません。ですのでこのようになりますね。であと整理するとこうなります。では最後ですね。こちらです。最後は原点に関して対称移動とあります。原点に関して対称移動するときは X 座標も Y 座標もプラスマイナスひっくり返りましたね。ですからこのようになります。でこれを整理するとこうなりますね。今回はここまでです。ありがとうございました。